チアス、オラ。今は30カ国目ぐらいのスペインに来てます。マドリードはなんかあんま見るもんなくて困るけど、わざわざ動画撮ってもしょうがないんで、セゴビアに来たので動画撮ってます。はい、見てください。はい、セゴビアの見どころ。セゴビア唯一の見どころなんすか。なんなんだろうね、名前はなんだかわかんない。水道橋ですかね。水道橋かな。はい、この街の中心の方にある水道橋に、はい、来てます。来てます。はい、まあちょっとこうこの辺ね、多分街の中心だよね、ここら辺多分ね。なので、まあマドリーよりはマシじゃない。静かでいい、ね、うん、マドリーは本当になんか都会って感じだったので、すごい疲れちゃいました。なので特に動画も撮ってないです。はい、まあセゴビア3時間ぐらい観光します。はい、水道橋、水道橋だよねこれね。はい、のとこに来ました。めっちゃ大きいです。すごいなんかまあこの前南仏行った時もこんなのあったんですけど、まあなんかまあまあ綺麗だよね実際ね。今日ちょうど晴れてるからね、うん、それもあってめちゃくちゃいいです。雰囲気あります。そう、快晴です。まあ、このね上に展望台がある、っぽいんで、そこに今から行きます。はい、セゴビアの展望台来ました。いい街並みだね。うん、街並みは綺麗ですね、うん。で、まあ、右にさっきの水道橋があります。まあそんな高くないからね。で、まあ普通のなんかターミナルみたいなとこもあるんで、ちょっと雰囲気は壊れちゃってますけど、でもまあいい感じです。まあ、16ユーロまで、はい、そう、マドリーから1時間ぐらい、16ユーロ往復バスで来てください、はい。まあとりあえず休憩行きます。ほら、セゴビアにいます。はい、じゃあ行こう。ほら見てください、この景色。数時間ここでぼーっとしてられそう。うん、はい、城壁の周りに今結構こう、その野原、え、野原、これなんだろうね、草原っていうの、うん、私すごい田舎っぽい感じで、うん、いいです。ゆっくりしましょうよここで、うん、ね、一緒ゆっくりで。結構セゴビアいい街ね。いい街だね。うん、晴れてるし快晴です。すごい快晴。緑の感じがしますね。たまんないねこれね、うん。まあ、それじゃあゆっくりします。はい、何撮ってんの。動画、動画だよ。やばいねそれ。やばいでしょ。今何してるか知ってる。うん、お金いくら使ったか聞いてました。いいね。今どこ向かってるんですか。バスステーション。バスステーションですね。はい、電車じゃね。今からバルセロナ、マドリードに戻ってきてバルセロナに向かいます。夜行バスです。久しぶりだね。俺久しぶりだよ、この3回目。3回目、はい。じゃあ行きましょうバルセロナ。はい、バルセロナ来ました。セゴビアからマドリードに戻って夜行バスでバルセロナに来ました。はい、こんな感じです。結構ね、まあ、マドリードと似てるんですけども、まあ、カタルーニャ地方ということで言語も違ったりと、まあ面白いです。で、1個目の名所はカサバトリョですね。ガウディの建築かな、来てます。これはカサバトリョです。で、列かな、これが、はい、並んで結構人多いので、まあちょっと30分ぐらい並んで入ります。はい、どこ来ましたか。カサデスパニアです。はい、プラサデスパニア来ました。はい、カサバトリョか。カサバトリョ、カサバトリョをさっき見て、で、その後来ました、ここ、はい、プラサデスパニア。あ、見てくださいよ。はいはいはい、この壮大さ、こんな感じです。コロッセオみたいなのもあるし、まあ、バルセロナの中心じゃないけど、そんな感じでしょ。あ、センターではないけど、センターではないね、まあ、ある意味中心みたいな感じじゃない、もはやね。で、こう大きな門があって、で、その奥にドーンとなんか、何あれ、宮殿、何あれ、今から見に行く、があります、はい。まあ、とりあえず奥の方まで、ね、歩いていきたいと思います。はい、はい、なんだっけこれ、プラサデスパーニャの上にあるミュージアム、博物館の前に来てます。で、丘の上から見える景色なので、結構、まあ、ね、プラサデスパーニャプラス、このバルセロナの市街地がね、一望できると思いますね、はい。どうですか、金子くんは。綺麗だね。綺麗ですか、うん。
まあいいよねやっぱね、すごい綺麗だと思う、はい、そうね、うん、まあこんな感じで、プラサエスパーニャバルセロナで一番まあ有名な観光名所ですか。どうなんだろうね。まああれか、あれがあるか、サグラダファミリアがあるか、うん、まあ、その次ぐらいに有名なんじゃないですかね、うん、はい、こんな感じでした。じゃあ次はサグラダファミリア行きます。はい、はい、こんにちは。今いるのは、はい、サグラダファミリアです。来ました、サグラダファミリア。まあ、でかい、それしか言えねえわこれ。でこれでまだアンダーコンストラクションなんでしょ。すごいね、すごいね、建築中ですまだ。大きいですね。まあこれ予約制なのかな、俺らはね。予約したので、まあ予約してなくても入れるとかいう話だけど、まあよく分かる。まあ混んでるんで予約しました、はい、なのでここまずここにね入ってきます、はいはい、行きましょう、行きましょうか、よくん、はい、はい、はい、サグラダファミリアの内部来ました。はい、広いね、やっぱね。さすがに綺麗ですね。さすがに綺麗だね、やっぱね。さすがに有名なだけある。うん、びっくりした、ここまでとは思わなかった、まあ、よくこういうね、まあ教会とかいろいろ来るけど、大聖堂とか来るけど一番大きいね、人の中でもスペシャルだね、やっぱね。まあこういった感じになってます。じゃあカサバ通りとか高見台行かないで、ここだけ来ればいい。いやー、俺カサバトルの方が好きだな、俺ここより。はいはい、アイゴ君、どこいますか今。今から飛び込みます。はい、今フランスの南仏リュシュルラソーグに来ました。バルセロナから来ました。はい、久しぶりです、1年ぶりです。開幕、今から泳ぎます。はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。いいね、開幕いいよ。冷たっ、超気持ちいいでしょ。いいっしょ。いいよ、最高っしょ。顔めっちゃぶった。やっぱリュシュルラソーグ川すごい綺麗なんで、やっぱ最高だよね、泳ぐとね。正面しようかな。だから正面しちゃダメ。ダメダメ、正面ダメしちゃダメ。いいよ。はい、まあちょっと泳いでいきます。使います、リュシュラソーグは。はい、こんな感じです。それじゃあまた。